ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。今日はドイツのビールをご紹介します。ペストリッツァシュバルツビアのビールを飲んでいきましょう。かなり真っ黒ですね。向こう側が見えないくらいに真っ黒です。泡まで茶色いですね。香ばしい香りがする。それでは今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あ、甘いけどドライ、ビターチョコみたいな甘い香りがあります。ローストバクガの香りがしますね。あー美味しい。喉越しすっきりとしてるけどコクがあって飲み応えがあります。ケストリッツァシュバルツビア、原産国ドイツ、アルコール度数は 4.8% です。このビールはドイツを代表する文豪であるゲーテが愛したビールなんだそうです。こういった黒いビールにはローストされた麦芽が使われています。チョコレート麦芽とかいう麦芽だったりとかいうものがあるので、ちょっと後ほど麦芽のお話をしましょう。チョコレートっぽい香りと味があるってことなので、今日はこんなものを合わせようかなと思います。ポッキーチョコレート。私はビールを飲むときは歯ごたえが欲しいので、普通のチョコレートもいいんですけど、ポッキーとかもね、ちょっとサクサクっとね、歯ごたえがあるものだとよりビールが私は進みます。いただきます。は結構甘みが強くて、あと香ばしさもあります。コーヒーだったりココアとかカカオみたいな味わいがあるので、チョコレートはよく合います。チョコレートとかベリー系果物とかもよく合いますね。ドライフルーツとかも結構合うんじゃないかなと思います。結構ドライフルーツのチョコレートがけとかがあるので、まあそういう考え方からも、そのチョコレートのような味わいのするビールとドライフルーツの酸味だったり甘みっていうのは相性がいいです。あー、これ今冷蔵庫で結構しっかりめに冷やしているんですけれども、少し温度が上がってくるとまた香りが開いてくるので、違った味わいを楽しめるようになります。冷たすぎるとちょっと香りがあんまり分かんなかったりするので、ビールの種類によっては温度が高めの方が美味しく飲めるビールもあります。でその温度の変化をまた楽しみながら飲むっていうのもありですね。あー、美味しい。では今日は黒ビールの麦芽についてのお話です。ビールの原材料は主に麦芽、そしてホップと水、酵母、この4つです。その中でビールの色に最も関わってくるのが麦芽です。通常の麦芽はこんな感じの色、ゴールドカラーというか薄い茶色、黄金色のような色をしているんですけれども、これを焦がすことによってこのようにこんなチョコレートみたいな色がつきます。この焦がした麦芽、色がついた麦芽をどのぐらい入れるかによってビールの色が変わってきます。そして香ばしさだったりとかにも影響してきます。どのぐらい焦がすかとか麦芽の種類がいろいろあるんですけれども、その中の一つがチョコレート麦芽って言います。なんか可愛いし美味しそうな名前ですよね。でもチョコレートを使っているわけではなくて、麦芽の名前がチョコレート麦芽って言います。中には実際にチョコレートを原材料として使っているビールもあるんですけれども、まあ、大抵の黒ビールはチョコレート麦芽とか濃い色をした麦芽を使うことによってチョコレートの風味が結果的に出ているものが多いです。
なのでチョコレートとはとっても相性がいいわけです。これをゲーテも愛したんですね。ゲーテはこのケストリッツァーシュバルツビアとパンを一緒によく好んで飲んで食べていたようです。止まんなくなる。ポッキー史上最も細い50本。私は細いポッキーをまとめて食べるのが好きです。 2,3 本とかまとめて食べるのが好きです。スイーツと一緒にいただきたいときには黄金色のビールよりも黒ビールの方がおすすめです。甘みがあるのでよく合います。あとは酸味のあるサワータイプのビールだったりとかフルーツビールでもいいですね。まとめて、このサクサクってした歯ごたえがまたいいですね。ビール飲むときってなんか食感が欲しくなるんですよね。ごちそうさまでした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして高評価とコメントもお待ちしております。皆さんのおすすめの黒ビールはありますか？教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。